で、まあ、YouTube がどこにあるかっていうことなんですけども、YouTube で検索してもいきますし、これはあの YouTube のですね、あの、あれですね、あの、なんていうんですか、トップのページですね。で、ここにログインっていうのがありますんで、それクリックされたらですね、ユーザー登録できます。これはあの多分すぐ分かってもらうと思います。で、ユーザー登録できたら、まあ、マイアカウントっていうのができますんで、で、ここのアップロードビデオっていうところをクリックしますね。で、タイトル。タイトルはここ、まあタイトル。ディスクリプションって言ったら、まあ、あの説明文ですね。ここにあの、まあ、www. とかって入れたり、自分のブログの案内とかも貼り付けたりすると、ワンクリックで来てもらえるから便利ですね。で、タグ。これタグっていうのはすごいあの大事なんですよ。あの、言葉、その来てほしい言葉。まあ、僕やったらスポーツスターとか、あのハーレー・ダビッドソンとか、ミーティングとか、まあ、モーターサイクルっていう言葉を入れるんですけども、ここはちょっとあのよく考えてあの入れてくださいね。で、まあ、直接入れる前に、どんな時でもそうなんですけど、メモ帳なんかを開いて、そっちにまたあらかじめあの作られることをお勧めしますですね。ミクシーなんかでもそうですけど、書き込みしてて、なんかの表紙にバッと消えちゃうことがあるんで、いろんなあの掲示板とかいろんな書き込みなんかメモ帳なんか使われるといいんじゃないですかね。あと僕はですね、あのメールの書き込みのソフトとか使ったりします。あのスペルチェック、英語で書くときにスペルチェックとかできるんでね、あの便利良かったりします。メモ帳にですね、一応タイトルと、あのいろいろまあ書いてディスクリプションとか書いておきました。まずタイトル、スライドショーをちょっと見てみます。コージャパン、これをタイトルのところに入れます。説明のところはですね、まあ、適当にこうやって書きましたんで、あのね、これはね、神経質にならなくていいんですよ。タグもそうなんですけど、後でね、あの編集できるんですよ。編集できないのはあのビデオが一旦アップロードしてしまうと編集できないですからね。またあの消してややのしっていうことできるんですけど、それするとまたあの URL とか変わっちゃって、もし誰かがあのお気に入りとかにあの入れてた場合に、それなくなってしまうんでね、やっぱしちょっとこうせっかくあの気に入って入れてくれはったまあお客さんって言ったら変ですけど、という方なんでですね、あの大事にした方がいいと思います。で、ビデオのカテゴリーっていうところ、まあオートさんとビークルスのところに入れておきます。ラングエッジ、あのジャパニーズ、日本語入れてますんでジャパニーズですね。英語ばっかりやったら英語でもいいけど、日本の人にもやっぱし来てもらった方がいいですし、タグに日本語やっぱ入れといた方がいいですね。だからラングエッジはジャパニーズ、まあこんだけ入れたら、この下、あの著作権うんぬんっていうところの下ですね、コンティニューアップローディングっていうところをクリックします。すると今度ビデオアップロードでファイルブラウズっていうところ、ここからですね、自分のコンピューターのどこに入れてるかを探し出してですね、これをですね、ここでアップロードするんです。これとスライドショー、これを開くでこう入りました。でパブリック、もうこのままでいいです。このままで、これでね、アップロードをするとですね、押すと、一番下を押すと、こんな感じで、あのね、以前はめっちゃ時間かかってたんですよ。今日はすごい、まあ、早いんで、あとですね、あの、アメリカとかが、あの夜の7時とかっていう時とかですね、8時とか、そういう時は、割と時間かかりますですね。で、まあ、これで一応できました。アップロード、できたんですね。一応こうやってアップロードできて、あと最後にもうちょっとあのこのデータを入れるっていうところで、入れなくてもいいですよ。このままでもいいです。入れてもいいけど、何もせずにアップデートビデオインフォメーション、まあこのまま一応入れとこうかな。日付だけ、オクトーバーの何日だったかな、和の13日の2002年ですね、これはね。で、まあ、場所はまあ神戸だけ。神戸って入れておきましょう。兵庫県はいいか。で、
ジャパン、ジャパン、ジャパン、国ジャパンを探して、ジャパン。前後ジャマイカ、下ヨルダンありますからね。気付けて。アップデート、インフォメーション、ビデオインフォでやると。で、ここにね、ビデオディテールズ、have been updated っていうことでもうアップデートできたっていうことなんですよ。でまあ一旦ね、例えばまあこうやって、自分のページのもう一回 My アカウントから入って、My Uploaded Videos っていうところをね、クリックすると、ここにね、写真とかが載ったら、まあ出来上がってる。で、今ここ、プロセッシング、フリーズ、ウェイトってここにね、書いてありますので、ちょっと待ってくださいって言ってるんですね。時間とかいろんな要因、あれによってね、すごい変わってきます。気長にね、待たれた方がいいと思います。この時に焦っていろいろされない方がいいと思います。ね。でも、もう大丈夫やったら、ここにこう、ライブっていうのがね、出てくるんですね。この前、ミーティングの時に、例えば、これ、やったやつなんですけど、これがそのビデオですね。で、自分のビデオ、まあ、いろいろと後で編集できるんです。この、エディットビデオインフォメーションっていうところがあるので、ここでまた、さっき言った、何ですか、タグだったり、説明文だったりとか、やり直したりとかできます。でね、これでちょっとしばらく待っておきましょう。先ほどアップロードの手続きをしてから、どれぐらいかな ?10 分、20分ぐらいですかね。20分ぐらい経ってるのかな。チェックしてみましょうね。自分の、YouTube のページにログインして、で、マイアカウント。で、マイアップローデッドビデオズっていうところ。左の上ですね。左の上をチェックすると。はい、出てます。ライブ。もう大丈夫です。こう、なんていうんですか。写真が出てライブって出てたらもう大丈夫です。この時は一番ね、ワクワクするんですけどね。で、まあこんな感じで乗っかってるということですね。いろんなあれによって違うんですよね。今日はこれすんなり行きましたけど、なかなか行かないとき、2、3時間待ってるときとかありますですね。そういうときは、やっぱりデータの重さとかにもよるのかもしれないですね。どうなってるのかちょっとよくわからないです。だから続けてアップすると、同じやつが何本も乗っかってしまうということにもなりますからね。見られる方がどれを見ていいか分からなくなってしまいますから、注意が必要だと思いますね。それとですね、いろんなところが反映されるのが YouTube って遅いところがあって、こう実際は載ってるんですけど、ここには載ってないですよね。こちらには他の人が見れるところにはまだ載ってないんです。自分のアカウントかのところだけで、ね、載ってるっていうことなんですね。こんな感じですね。ただね、もうこれでな、この、例えばここに出てる URL を、上のところの URL をどっかに貼り付けたらこれ見れますし、あとですね、この、エンベッドっていうのかな。こういうやつね。この HTML のタグのようなものが並んだやつをですね、まあ、ブログとかホームページに貼り付けるとですね、それが表示されるようになります。ただ気をつけないといけないのは、ここで例えば、オブジェクトの幅が425とか、これ350、ここの下にも425の350って書いてるんですけど、これがその、なんていうんですか、これの、ここの大きさなんで、自分のブログとかに貼った時に大きすぎる場合があるんで、それはここでちょっと自分で調節しないといけないですね。で、大体4対3の割合になってるんで、それを守らないと、ちょっとバランス崩れておかしくなっちゃうんで、注意が必要です。